1000億ものお金をかけて頑張って作り、努力するも失敗、予定していたお客さんが1割しか来なかった結果、300億円という大金を踏み倒し、国民の税金で穴埋めした駅ビルをご存知だろうか。ちなみにそのうち240億円は大阪市民の税金で返している。なんと一時期が1億円稼ぐのに20億円もお金がかかった時代まである。アホかと切れたくなるが、これはまだ序の口。本当の関係者はもっと地獄を見ている。しかし最初は大阪、いや関西の歴史を変える人気スポットになると信じていた。そんな蘇豪や大丸も出店を考えていた駅ビルとは、鉄道だけじゃなく高速バス、そして空港アクセスの総合ターミナルとして開業したオーキャットのことだ。開業当初は新聞も盛り上がり、アジアを代表する関空とともに発展しようと意気込んでいたものの、記事を追っていくとどんどんその威勢もなくなり、ついには大阪市民の市民団体から訴えられるほどになった。しかしその前身である港町駅は関西本線のターミナルとして大活躍。東海道本線を全線開通からたったの10年で廃線に追い込もうとするほど超人気スポットだったのをご存知だろうか。明治時代には東海道線最速の都市間列車よりも速い爆走急行を特別料金なしで走らせ、駅弁やお茶もタダで配った。つまり今の感覚で言うと、新幹線のぞみよりも速い特急が乗車券だけで乗れ、全ての座席がグランクラス、それでいてちゃんと黒字。しかも今は特急どころか急行もなく、通勤なしの時間に快速がちょっと走るだけ。一番の目的だった関空への連絡バスは 2,3 人しかお客さんが乗らなくて大赤字。 JR の関空快速に至っては全便廃止。なんと汚職まであったオーキャットの黒歴史。今回も国会図書館で当時の計画から現在までの記録を調べてみたので、簡単に紹介しようと思います。港町、みんなが想像する繁華街難波からはちょっと離れている港町。これは江戸時代の最初期、それも豊臣家が滅んだ大阪夏の陣があった時代に、大阪の城下町の開発として道頓堀を作り、その川岸の繁華街として賑わったことから始まります。古墳時代から瀬戸内海への出口だったこの場所は、やがて道頓堀港町と呼ばれるようになります。これが現在に続く港町の起源です。そんな港町は明治時代になるとさらに発展し、明治22年大阪と奈良をつなぐ都市間鉄道が建設されます。作ったのは私設の大阪鉄道で、現在の大和路線のことです。時代は明治中期、ようやく東海道線が全線開通したような時代なので、港町駅は奈良方面へのターミナルとして発展します。しかし明治33年、そのターミナルはもっと大発展します。東海道線の客をごっそり奪うだけでなく、運賃を9割引きにしないと誰も使ってくれない。できたばかりの東海道線を近畿地方の地図から消そうとした超巨大施設のターミナルになったからです。日本政府に対し喧嘩上等、東海道線と差し違えてでもやってやると宣言した史上最強のモンスター関西鉄道です。大阪や草津と名古屋伊勢を結び、東海道線よりも早く、そして激安、さらにサービスは最高という関西鉄道、それでいて大黒字というこの会社は大人気となり、そのターミナルである港町駅は大発展、最盛期を迎えます。しかしその映画は長くは続きませんでした。その7年後、他にもいろんなことがあって、ついにブチ切れた明治政府は関西鉄道を強制的に国有化したからです。当然投資なんてしません。東海道線は年を追うごとに立派になっていく一方、関西本線は旧関西鉄道のままでほったらかし、途中の乗り換えターミナル天王寺が新たに発展する一方、元々のターミナルだった港町は錆びれていきました。戦後焼け野原となった大阪はどんどん区画整理し復活していきますが、1950年代まで港町駅は貨物のターミナルとして活躍していました。簡単には動かせない線路の設備、このエリアに限っては戦後の区画整理復興計画は後回しとなりました。しかし肝心の貨物輸送も1960年以降は激減し、1985年に
貨物駅は廃止されました。よりにもよってバブル景気の最初の年に廃止です。こうして誰も使わないガラガラのターミナルとなった港町駅と、戦災復興が40年経っても進んでいない港町エリアは再開発が決まったのです。再開発、時は1985年。これからバブル景気に入って日本経済は爆上がり、しかもほぼ同時期に関西国際空港の場所が泉佐野の沖合に決定。さらに大阪市はこれまでの都市開発の成功から数千億円という自由に使えるお金ができたりと、ウハウハの時代です。そんな攻めるなら今しかないという時代に、大阪の二大繁華街難波のすぐ隣に広大な空き地が広がっているのです。ほぼ和歌山という場所に作ることになった関西国際空港のためにも、空と鉄道、道路が合体した道頓堀とセットの一大繁華街を作ろうとしたのは自然の成り行きでした。その中心となる複合ターミナルこそがオーキャットです。何十年と続いた伊丹空港問題を解決させ、アジアを代表するスーパー国際空港にしようと意気込んだ京阪神。もともと貨物ターミナルだった駅の西側にまず最初の拠点オーキャットを作り、関西空港の勢いとともに発展。関空へは専用の快速列車やリムジンバスを大量に走らせ、バスを待っている間にチェックイン。空港では何の手続きもいらない。そして電車やバスを待っている間は海外旅行気分が高まる場所をたくさん用意し、阪神高速とも直結。同時に日本全国から高速バスを集めて西日本を代表するバスターミナルを目指す。道頓堀川の開発も一緒にやって、港町を緑あふれるショッピングモール、オフィスビル、高級マンション街にする。将来は何祭り線ともつなげて、大阪梅田や新大阪とも電車一本で行き来できるようにする。要はバブル景気、しかもいろんな意味で悲願の再開発新空港です。大阪市は第三セクター港町開発センターを立ち上げ、待ちに待った夢の実現に莫大なお金をかけました。そして盛大にこけるのです。夢に湧いた開業、まず土地の買い上げです。しかし時代はバブル景気で、土地の値段はものすごく高い時代です。大阪市はこの買い付けの最悪な時期に莫大なお金を払って買い集めました。ちなみにそのお金の大半を受け取ったのは、港町の大半の土地を持っていた国鉄です。国鉄の借金穴埋めにはとても都合が良かったと、国民としては何とも言えないことが起きていました。それでもまだ何とかなります。何しろ港町の再開発エリアは17ヘクタール。これは東京駅の 1.5 倍の広さです。結構でかいです。バブルが崩壊したといっても、まだ経済的に余力があった90年代前半、なんとオーキャットや港町の再開発に高島や近鉄百貨店、大丸やそごう、マイカルなどが参戦。自分たちも出店、参加させろと押し寄せたのです。結局高島屋と近鉄が勝ち取り、オーキャットは関西最大の空港チェックインカウンター30機が並び、関空に飛んでくる飛行機の半分はオーキャットで搭乗手続き、預け荷物も渡せる。ララポートのような若者向けのお店が76店舗も並び、それ以外にも海外旅行関係の本を専門に扱った本屋やインターネット検索スペースも用意。先に営業を始めた神戸の K キャットや京都キャット、難波キャットは個人旅行客しか相手にできないことから軒並み苦戦している中、自分たちは団体旅行客も取り扱えるからと強気の姿勢。名前を変えた JR 難波駅からも関空快速を9本走らせ、空港連絡バスは50本近く発車。年間1000万人の利用を見込んだオーキャット、開業初日はごった返しましたが、待っていたのは当然のごとく地獄のような光景でした。悪夢の始まり、ここからは最悪な話ばかりです。高値で買った港町の土地を民間に売ろうとするんですが、時代が経つごとにどんどん民間企業は経営が厳しくなり、高く買った土地を採算が取れない値段で安く売らなくちゃいけない状況に、港町開発センターは陥っていました。それでも買ってくれるところはいいんです。そごうは計画を白紙に戻してそのまま倒産。
前からも計画を白紙に戻したと思ったら倒産。大半のショッピングモール計画地、オフィスビル、複合施設計画地が更地のままとなってしまいました。それどころか汚職まで大量に発覚します。まだ開業前で浮かれていたオーキャット、正確には港町開発センターの職員は、ただでさえ貴重なお金で飲み会、ゴルフ、しまいには海外旅行に行ったりとやりたい放題していたのです。ちなみにオーキャットの駐車場は有料ですが、バレるまでは関係者にただで駐車券を配っていたそうです。しかしそんなことはどうでもいいレベルの大惨事が発覚します。最初から誰もオーキャットを使っていないことが分かったんです。オーキャットが開業して1ヶ月しか経っていない1996年4月26日の朝日新聞の記事を紹介します。ゴールデンウィークで海外に行こうとヨーロッパへの臨時直行便まで出た関空、定番の香港やグアム、ハワイ、ウィーン、果てはモンゴルのウランバートルと飛行機は満席で空港はごった返すも、肝心のオーキャット30ものチェックインカウンターには人はほとんどおらず、1日の平均利用客は100人以下でした。関西国際空港が誕生した1994年、大阪や京都、神戸などは空港へ行く電車、リムジンバスに乗る前に荷物も預けることができる搭乗手続きカウンターを作った。大阪はちょうど貨物の取り扱いがなくなり、先の大戦から40年間ずっと放置していた未開発エリア港町に、関空アクセスと鉄道バスの総合ターミナルオーキャットを1996年に作った。アジア最大の国際空港を目指して開業した関空、わざわざ駅をすべて作り直した JR も気合を入れて、搭乗手続きをしたお客さん専用の車両を連結した関空快速まで走らせた。総事業費1000億円と莫大なお金をかけて作った関空の玄関口オーキャット。しかしいざオープンするとオーキャットの平均利用客は100人以下、関空快速の特別車両に至っては乗客がゼロの日が1年の半分はあったという、誰のために走らせているのか全くわからない意味不明な電車となり果てた。もう耐えられない。開業して2年目のゴールデンウィークには早くも大失敗、大赤字が決まったオーキャット。都心に空港チェックインカウンターを作ること自体は問題ないんですが、その取扱い範囲が中途半端であったこと、そして一番の問題はオーキャットの場所でした。そもそも関空で国際線に乗る人は難波が目的なのかという根本的な問題もありますが、その難波ですらない場所にオーキャットは作られました。一応地下道でつながってはいますが、難波は広いです。近鉄や阪神、御堂筋線の難波駅は街の中心にあるので分かりやすいですし、南海電車は遠くても大阪南部を支配し、コロナ前は毎日25万人が使う大阪南部を代表するターミナルとして君臨しています。オーキャットはその全てから遠いんです。実際オーキャットがある場所は難波ではなく、その隣の町、港町です。そしてオーキャットはバスや電車に乗る前にチェックインができると言いましたが、大半の航空会社はオーキャットにチェックインカウンターを置いていませんでした。知名度も低い上に利便性も悪いことから、ショッピングモール自体も閑散とします。もちろんユナイテッド航空などと提携してオーキャットを使ったらマイルが貯まる作戦などを行い、利用者を増やそうとオーキャット側も必死に頑張りますが、開業してから1年半でもう耐えられないとオーキャットを使う会社たちは悲鳴を上げます。最初に悲鳴を上げたのは JR です。昔は JR 難波駅からも関空快速が走っていたのですが、その1両を搭乗手続きをしたお客さん専用の車両にしました。そしたら1年の半分は利用者ゼロという車両になったんです。もう一度言います。2日間電車を走らせて1人しか乗ってくれない列車が誕生したんです。日本最悪と言われている赤字路線芸備線の方が桁違いにマシです。その結果たったの2年で JR 版キャットシステムは特別車両ごと廃止されました。ちなみに特別車両といっても阪和線を毎日走っている快速電車の座席と同じで、お値段だけ特別の1540円、本数も1日たったの9本で
一番需要の高い欧州便、そしてハワイやグアムの深夜便とのアクセスは最悪。乗車率 0% なのも当然の結果でした。なお、この JR 版キャットシステム、1年で5000万円のお金がかかったそうです。乗客最大4人のリムジンバス、もう耐えられないと悲鳴を上げたのは鉄道だけじゃありません。空港リムジンバスも同じでした。こちらは本気で欧州便が集中する朝のピーク時は12分おきに発車、それ以外の時間も20分おきに発車するなど、とても便利なダイヤでしたが、肝心のオーキャットの利用者がありません。格安航空で人気になるまでは微妙なイメージがあった関空も、実際は2001年の同時多発テロまでは右肩上がりで、お客さんも飛行機の本数も増えていました。つまり本当にオーキャットだけがダメだったんです。当初オーキャットは空港チェックインカウンターを使う人が1日千数百人はいると見込んでいました。しかし実際は100名以下で、みんな南海電車や他の JR の列車を使って関空に行くのが当たり前となっていたのです。そのためバス会社がどんなに頑張ってもリムジンバスの利用者は1台あたり2から4人と超大赤字。 JR が特別車両を廃止した同じ年の1998年7月、ついにリムジンバスも本数を半分に減らし、その赤字をオーキャットが負担することになりました。もう耐えられないと悲鳴を上げたのはオーキャットの中にある76ものお店も同じです。年間1000万人は来ると思っていたオーキャット、実際はその1割でした。そのため被害が少ないうちに損切りして撤退を決めるテナントが続出。オーキャットは来るたびに閉店する店が増えていく、ガラガラのショッピングモールとなっていきました。そして2年目の1998年からオーキャットを経営する港町開発センターは42億円の借金が払えない債務超過状態へ転落します。自分自身も借金地獄になったことで、リムジンバスを助ける余裕がなくなったオーキャットは、1999年、リムジンバスを廃止し、自前で格安の連絡バスを用意すると宣言したのです。値段は関空へ行く乗り物の中で最安の810円。しかし、オーキャットの不便さは値段以上に深刻で、その格安バスもガラガラで苦戦しました。オーキャットの終焉。次にもう耐えられないと悲鳴を上げたのは、オーキャットの要である航空会社です。30ものチェックインカウンターがビルのど真ん中に立っているのに、特別なキャンペーンでも組まない限り、1日の利用客は100人以下の中、オーキャット側から高額なテナント料を求められたからです。これだけ聞くとオーキャットが悪者に聞こえますが、実際はちょっと違います。実はこれまで、本来各航空会社が持つべきチェックインと預け荷物の手続き費用を全額オーキャット側が支払っていたのです。つまりオーキャットに進出した航空会社はタダでチェックインカウンター一式を使っていたのです。オーキャットからしたら、チェックインするお客さんが増えれば増えるほど損をしていく契約です。これは最初は赤字覚悟でも航空会社を呼び込み、オーキャットが軌道に乗ったら航空会社に負担させようと考えたからです。これ自体は QR コード決済で有名な PayPay などが取った戦略と同じで、それ自体に問題はないのですが、肝心のオーキャット自体が1年目から大赤字になったことで前提がぶっ壊れました。そこで赤字の原因を少しでも減らそうとオーキャットは方針転換、各航空会社に対し本来払うべき料金を求めたのです。しかし毎日ガラガラで誰も使ってくれないオーキャットなんかに金を払うくらいなら出ていくと、1992年、 JAL を筆頭にエールフランス、ジャス、大韓航空と半分近くの航空会社が撤退しちゃいました。結果オーキャットは ANA やユナイテッド航空といった一部の会社しか使えない、さらに中途半端な存在となりました。もちろんオーキャット側もこの状況をよくは思っていません。あの手この手を使って新しい店をオープンさせ、オーキャットをなんとか盛り上げようとしました。ただその新店舗の一つに、航空会社の客室乗務員を養成する専門学校、エアブリッジ語学院があるんですが、
関空と鉄道高速バスの総合ターミナルと語学の専門学校って何の関係があるんでしょうか。つまりオーキャットはどんどんなりふり構わず、儲かるならどんなお店でも会社でも入居させる、よくわからない末期状態に突入し始めたのです。そして2001年9月、世界的な大事件が起きます。 9.11 の同時多発テロです。これにより関空の国際線は一時的に壊滅、さらに関空へ移っていた多くの国内線も伊丹空港へ戻っていき、関空自体の存在価値が微妙となります。関空全盛期ですらガラガラだったオーキャットはもっとお客さんが減り、保安上の理由からオーキャットから撤退した会社も現れ始め、ついに空港チェックインカウンターの利用者は予想の 1%、 つまり10人くらいしか使われない事態へと追い込まれます。そしてついに2002年4月、オーキャットは空港チェックインカウンターを全て閉鎖することを決めました。しかも2008年には関空快速も JR 難波から撤退します。もはやチェックインカウンターも空港アクセス鉄道もリムジンバスもない、名前だけのオーキャット、大阪シティエアターミナルとなり果てました。そして同時に大阪市を巻き込んだ大赤字破産街道を突き進むのです。駐車場に人間ドックがあるオーキャット、初年度から大失敗した公共施設オーキャット、大阪市は1998年に年に 0.25% という超低金利で146億円を貸して何とかしようとしますが、オーキャットはこれまで説明してきたように悪化の一途をたどっており、累積赤字も1996年には37億円だったのが、1998年には資本金の80億を超え82億円まで激増。オーキャットを経営する第三セクター、港町開発センターは何とか経営を立て直そうとがむしゃらに動きます。まず中央ロビーに面していた30ものチェックインカウンターは全て解体して100均のダイソーに変身。預け荷物を管理していた地下2階は会員制の卓球場に改造。関空の玄関口は開業からたったの7年で卓球場と100均が出迎える立派な複合施設に成長したのです。若干オーキャットのことをバカにしましたが、彼らの改善する意識は本物でした。リムジンバスや関空快速を待っている方向けの待合室や情報スペースも全て廃止、全てスーパーや雑貨屋さんといったテナントに変え、屋上には結婚式場にも使えるような屋上庭園を作り、パーティーでも何でもやってくれと宣伝。時には大阪市の公共施設同士で会議に使えるホールの割引合戦までやり、それに負けると即座に撤退を決断。完成して間もないホールを賃貸用の事務所に作り替え、自社の仕事スペースも削減、役員室なども取り壊して飲食店にしたりと、もはや金になるなら目的なんてどうでもいい、とにかく赤字を減らしてオーキャット港町開発センターの財政を立て直すことにしたのです。そして最終的には港町の再開発方針すら捨てます。1999年、関空とのアクセスを売りにしたショッピングモール、オフィスビル、高級マンション街を作る計画を変え、今流行りの都心の分譲賃貸マンション開発に路線変更したのです。現在オーキャットの周りにはタワマンや高層マンションが立ち並んでいますが、それは当初の夢を捨て現実を受け入れた結果なのです。現在の港町再開発地区の売り文句は駅直結で人気は上々。ちなみに地下3階の駐車場には人間ドック専門の立派なクリニックまであり、もはや何でもありの状態です。クリニックはホームページもしっかりとあり、 Google での評価もそれなりです。300億円で破産、もはや大阪シティエアターミナルとは何なのかよくわからなくなったオーキャットですが、これらの努力の成果もあり、他の大阪の赤字施設よりはマシになります。しかし根本的な問題は解決されていないため、再び借金は激増し、2004年の累積赤字は175億円、最終的に約300億円という返せない借金が残りました。これ以上の資金援助は無駄だと大阪市は2003年に港町再開発センターへの資金援助をカット。
そして2003年5月、他のスーパー大赤字の第三セクターとまとめて2800億円もの返せない借金をどうするか、大阪市は話し合いという名の大喧嘩を銀行とし始めます。つまり特定調停、事実上の債務整理、自己破産のような破産手続きを始めたのです。特定調停を提案された銀行側は、信用して数千億円も貸していたのにそれを保護にするとはどういうことだと当然のごとくブチ切れますが、大阪市側も考えています。特定調停を受け入れないなら本当にこれらの第三セクター全て放置し破産させましょうか。その後のことは知りませんよ。お金の回収ができる自信はあるんですかと脅し文句で切り返したのです。つまりここでなんとか経営が成り立つよう、お互いが妥協できるラインで借金を減らし、残りの借金を大阪市が払うことで納得しないかと言ったのです。そして2004年2月12日、特定調停が成立。ざっくり言うと、オーキャットを含む大阪のスーパー赤字第三セクターたちの借金2800億円は900億円以上を銀行が放棄、残りの足りないお金は大阪市民の税金で穴埋めするという内容で決着がついたのです。無駄な箱物を作ったせいで1000億円以上の貴重な税金が第三セクターの赤字の穴埋めに使われることが分かった大阪市民、たくさんの市民団体が住民監査請求や裁判を起こしたのは言うまでもありません。銀行に借金をなかったことにしてもらい、残りの240億円は大阪市が肩代わりしてくれた港町開発センター、今はどうかというと大阪の高速バスターミナルとしてギリギリうまくいっているようです。以上が夢と希望を実現した結果大失敗した公共施設オーキャットとその周り、港町再開発の歴史です。何かの奇跡でこの動画にたどり着いた方、高評価、チャンネル登録なんかをしてくれると嬉しいです。それでは次回もお楽しみに。バイバーイ。